どうもこんにちは、今回はですね宮崎県に来てます。宮崎県のね日向市というところに来てるんですけども、今回お邪魔するのはですね日向キャスティングという、鋳造とかをやられてる会社です。まあ、鋳造っていうのはですねご存知の方多いと思うんですが、溶けた鉄をですね型の中に流し込んで、鍋とかを作るっていう作業になります。この鋳造の過程なんかも見せていただけるということで今回はね宮崎県までやってきました。早速ね会社の方行ってみましょう。ちょっと今社長の方がちょっと、はい、アドドアベイジャパンの方が、あ、そうなんです。ちょうど会議が入ってたので、あ、そうなんですね。もう少ししたら終わるとは思うんですけど、あ、わかりました。道着でやっぱ使っていくうちにやっぱ色がこういい感じに変わってきたりとか、そうですね、はい、うん、一番右側のものが、一番最初に作ったテスト品で作ったやつなんですけど、あれなんかがもう真っ黒く変わっていってるように、使ってなくても黒く変わるんで、でまた使うとちょっと色が変わっていく感じですね。うちの方がその量産品っていうような作り方ができないもので、なるほど、多くても10台15台、あ、1週間で、そうですね、もうどんどん販売していっていうのができるといいんですけど、やっぱり職人仕事の部分がありまして、僕自身もその鋳造してるところを YouTube とかでは見るんですけど、こう流し込んだりとか、はいはい、実際に見たことはなくてですね、そうですね、なかなか見る機会はないですね、はいはい、鉄なんかはよく YouTube 上がってたりするんですけど、あと、まあ、アルミなんかは自分たちでされてて、あ、溶かしてみたいな DIY でされてる方もいて、はい、今は結構上がってるんですけど、なかなか銅が少ないから、銅はないですよね、はい、ちなみに銅合金っていうのは銅とあと何が、これはそうですね、銅と錫ぐらいですね。鈴っていうのはやっぱ加工しやすいとかそういうことなんですか？銅に混ぜるとちょっと強度が増すんですよね。ああ、なるほど。なかなか銅 100% ですると、ちょっと柔らかくて、熱で歪んだりとか、ちょっと落としたら曲がってしまったりっていうところもあって、長く使っていただくためには、ちょっと鈴の合金にしてる方がいいのかな。なるほど。ちなみに、このテフテフに関しては、やっぱシーズニングして使うような感じなんですか？いや、シーズニングは必要がないですね。一応お鍋として使いますんで、はい、シーズニングするとやっぱり油がまた溶け出てしまいますんで、じゃあその辺もやっぱり錆に強いからシーズニングもしなくていいみたいな、ね、あとまあ焦げ付きも油がちょっと多めに、その肉焼くにしてもちょっと油多めにしていただければ焦げ付きにくいんで大丈夫ですね。銅合金っていうものがちょっと多分ないんですよね、国内でも。多分ないと思いますね。本当に銅のものってなると、プレスで作ったような薄い、あ、そうですね、はい、品物になるんで、今度その温度がすぐ上がってしまったりするんで、火の調整が難しかったりするんですよね。私もこの鍋使って料理することとかあるんですけど、はい、やっぱちょっと火加減、うん、結構そこまで強くしなくても結構火が通るような感じになってて、まあ、そういった意味ではやっぱすごいガス代もかからないという意味ではいいかなっていうふうにはすごい思います、ね、じゃあ伝導率もすごくやっぱりすごいですよ。いつまでも暖かいですから。あ、そうなんですね。暖かいものをしばらくそのまま、あ、冬のキャンプとかすごいいいと思います。そうですね、うん、なんか外でやっぱり料理すると、はい、だいたいすぐ冷めるんですよ。冷めるでしょうね。ご飯炊いても結局最初の5分ぐらいなんで温かいのって、そうですね、ご飯食べる頃には冷たくなってる、冷たくなってる、はい、うん、私もキャンプするんで、先週子供と2人で行って、はい、片方でご飯炊いて片方でポトフ作って、ああいいですね、して、出来上がるまでにやっぱ冷めてなかったですからね。あ、ちょっと今別途打ち合わせがあったので、ありがとうございます。我々は銅を使ってるんですけど、銅、はい、自体がやっぱり少ないっていうのもあるんで、割とテレビとかであるのは、まあ、鋳鉄ですね、はい、であったりとか、まあ、アルミっていうのはたまにやられたりするんですけど、はい、本当に銅はやっぱ需要自体が少ないっていうのも生じてあるんですけど、やってるところが少ないので、やっぱキャンプでやられる方っていうのがソロで使われるっていうのが割と多くて、あ、でそこからじゃあアウトドアにもっていう形で今展開してるような状態ですね。こちらで、はい、砂型作って生き物流し込んでいく見込みまではこちらにします。
これが砂型ですね。これが砂型ですね。ちょっと待ってください。溶解炉なんですよ。あれが溶解炉なんですか。はい、これで700度ぐらい。700度。柱もこうパーツ、いや、これはいらない部品。いらない部品なんかいろいろとちょっと中に入るものによって色が違ったり、これなども作ってる途中というか、そうですね、一応まあ切ったところまで。なるほど。もともと砂から出てくるとやっぱりちょっとこの黒っぽい色なんですけど、これを磨いてこの色になってます。削るとその銅のほとんど色が出てくる。あー、なるほど、そういうことですね。やっぱり磨いたままやと、何か焼こうとするときつくんですよ。あー、だからちょっとうちは表面ガラッとしたような形にして焦げ付きにくく、シーズニングがいらないようにしてます。
型ですね。これはまた手間なくても、これは元々の木型になります。はい、これを砂で連鎖して型になりますね。これとこれで合体するイメージなんですね。そうですね。
かるわけだからやっぱり時間がかかりますね。そうですね。これで今組み合わせていってますね、鍋の下の方ですね。
ってたのが1200度なんで、ああ1200度。一晩経って朝にならないとちょっととてもじゃないけど触れないんで。大きいものにもよるんですけど、はい、これぐらいであればもう明日の朝には固まるんで。そうなんですか。はい、ただやっぱり大きいも1トンとかのサイズになると、一釜、はい、ほとんど使うような品物ってものがたまにはありますので。ああそうなんですか。専門は翌日はさすがに暑くて触れないんで。ああもう、まあ、固まってはいるんですけど。船の部品とかですね。そうですね、はい。最後の15分のために1日頑張ってるような感じで。わあ、そっか、15分ぐらいですか。そうですね。この粉を投射して、これが鉄の粉、はい、これでこの表面の砂と黒いのを落としていきます、はい、
でもなんかすごい旗目には硬そうに見えるんですけど、持つと。そうですね、もう結構熱でボロボロというか、ある程度崩壊性も大事なんです。ああ、そうですよ、はい、れないと。そうなんですよ、取れないといけないので。そうですよね。これって砂でしたよね。これは砂ですね。これなんか光沢は金属ではないんですよね。一応そこにコーティングをしてるんですよ。昨日塗ってたんですけど、はい、あれをコーティングすることで表面の保護といいますか、ね、焼き付け防止であったりとかっていう形にはなるんです。なるほどですね。へー。こっちの茶色い塗装のやつですね。茶色い、あー、ありましたね、はい。この色になる。この色になってますね。この裏側はもう全部砂なんで。あー、なるほど。砂が全部取れる。わ、本当だ。今この状態なんですけど、上がってくると、はい、それをこの状態に、おお、すごい、磨いていきます。見えないかもしれないです。まあ、底面削ってるのか。ああ、そこですね。この方もピカピカになってますもんね。そうですね。すごい。
終わりです。ありがとうございます。切削にかけながらなんで、もう全然中見えないですの、あの銅色だったのがどっちかというとシャンパンゴールドというか。そうですね。ただまあこれも一時的ですね。やっぱりすぐに色が変わってくるので使っていくうちにってことですね、はい、こちらあの使われてない状態のさらなやつってことですね。その右側は使ってないんですけれども、本当にもう5年ぐらいそのものを置いてるとそういう色。直火で使って髪の子倒しかなんかでこう、そうですね、すすだけ取ったような形ですね。いいですね。でこちらが、ガスで使われた、しか使ってない。本当でもあれですね、この、前言われてた吹きこぼれてたところがこうやっぱりそうです、ね、いい感じの味になるというか、色もね、日が当たったところで、そうですよね、変わっていくんで、でもこの手の鍋には本当に珍しい、そのシーズニングがいらないっていうのはありがたいですよね。使いやすいと思いますね。そうですね、お手入れも水拭いて水気だけ取ってれば、その銅の錆も少ないんで。これなんか保管するときはやっぱ新聞紙かなんか、いやもうそのまま具は、あ、そのままなんですね。キッチンの下に入れてます。料理王国っていう、まあ、雑誌があるんですけど、はい、本向けの雑誌にはなるんですけど、はい、でそちらで毎年あの 100選を選ぶっていうのがあるんですよね。ほうほうほう、まあ、料理の関係の、まあ、1000点以上の中から100点のものを選ぶっていう中から、優秀賞をいただいてるっていう状態です。あ、なるほど。そのうちの10点だけですかね、100選の中から。やっぱりプロなんで、やっぱり銅の鍋っていうのの評価が高いっていうところですね。あ、なるほど。はい、
てあるので、わかりました。最初焼き付けるようなイメージですかね。使うのであれば、はい、あの竹串とかそういう方が、そうですね、はい。最初はなんかもしかすると焦げついたり、こびりついたりとかあるかもしれないですけど、わかりました。あの使うと出るんで、すぐ床焼きもやらせていただきます。美味しいのやってると思います。